千葉つねは、平安時代後期の下佐国の武将。千葉市の実質的な初代当主。千葉介、平城剣の子で、千葉つ種の父。下佐健助。久しえ、教授友。天智元年おじの相末年春より、下佐国相馬軍の軍事を譲られ、二年後の大春、元年に死去した父、常健より、同国千葉軍を継承して、両軍を支配した。 トバ法王に対して、千葉軍の中心地域を荘園として寄進し、後に、千葉荘は八条飲料に編入されて、常へはその召喚となった。大春元年6月1日、上佐国大市から千葉に本拠を移したとされ、千葉荘支配のために、千葉城を築いて拠点とし、後の千葉市の基礎を固めた。千葉市は、この日を、千葉海府の日と定めている。また、相馬にあった、 相馬ミクリアも、大治5年6月11日に、伊勢神宮に対して、寄進を行っている。宝永元年に18歳の嫡男、常種に家督を譲った。だが、翌年7月15日、下宇佐守藤原近道が、高田幹物未美を理由に、常を捉えて、木大危機業に命じて、相馬ミクリアの近道への譲渡証文を作成させて、 獄中の常へに対して、署名を強要したのである。ところがこれに常春の常への、相馬三栗や上都の向こうを主張する、源の義朝が干渉して近道と義朝、それに相馬をクリアを強引に奪われた常へ、常種を親子の三つどもへの争いに発展するのである。ありがとうございます。